はい。ということで、えどうも皆さん、こんにちは、底辺でございます。えタイトルにもある通りですね、えこのチャンネル、この4月で、え解説から3周年でございます。はい。えー、まあね、ここまでやってこれたのもね、えご視聴いただいている皆さんのおかげで、本当にその辺はね、感謝しております。どうも、えありがとうございます。いつもね。はい。えということで、まあ、この、まあ、味1年間ですね、振り返っていくんですが、 まこの一年間はね、えー、ちょっとまあ、大幅に、なんていうかな、路線を変更しましてっていうか、まあ、そう、ならざるを得なかったというか、はい、えー、競馬予想チャンネルにね、もうすっかり変貌しましたね、はい。まあ、通常の動画もやってないことはないんですよ。えー、実際この前ね、えー、サイコロの民の、<coughs> えー、続編をね、えー、ようやくアップしましたし、えー、実はですね、この春休みにも、 えー、サイコロの旅ではまた別にですね、えー、旅行企画をね、取、えー、りましたんで、まあ編集終わるのがいつになるか分かりませんが、サイコロの旅が完結するぐらいにね、えー、またそちらのシリーズの方も公開しようと思ってますんで、えー、まあ、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。はい。えー、まあ、この1年間なんですが、えー、総視聴回数が9.8万回、えー、総再生時間が1069時間、えー、登録者数は96人増えてます。 えー、まあ、ここですね、一番大事な登録者数ですね。はい。えー、現状、今、この4月3日にこの動画撮ってるんですが、えー、4月3日時点でチャンネル登録者数は157人。で、えー、この1年間で96人増えてます。えー、159%増加ということで。まあ、あ競馬の回収率もこれぐらいやったらいいんですけどね。はい。えーと、えー、96人増えてると。 いや去年は61人やったんかなえー、去年の4月の時点では。それ考えるとかなり増えてますよね。はい。まあ、またね、収益化にはほど遠いんですが、えー、まあ、100、まあ、100人突破してね、もういつの間にか、えー、コツ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 積み重ねてきてね、え、150人突破しました。もうほんまにチャンネル登録ありがとうございます。まあ、やっぱりね、競馬予想の効果はかなり絶大でですね。えー、まあ、この期間ね、 まぁ、あ、一番伸びた動画は、えな、ー、ぜか伸びているプロスピの、えー、ガチャ動画なんですけどここ、この辺に貼っときますね。はい。えー、これが一番伸びてるんですが、で、二番目もね、えー、っと、これは、あれか、えー、プロスピの、えー、新イベントね、去年から始まった新イベント、育成ストリートでね、えー、作った、あのー、バリ早い球投げるピッチャーっていうのをね、えー、まあ、ショートで上げたんですが、それがまあ若干伸びてるかなって感じでですね。で、三、 3位以降は、えー、競馬予想が、えー、続くんですね。えー、競馬予想のショーツであったり、あの平場予想シリーズが結構、えー、伸びておりまして、えー、まそれが割とご好評いただいてるって感じですね。はい。まちょっとね、最近プロスピのコンテンツはあんまり出してないですね。えー、ま出そうと思ってるんですけど、なんか忘れるんですよね。はい。競馬はね、忘れないんですけどね。うん。まぁ、ということで、えー、ま チャンネルのこの1年間の経過としてはそんなところでございます。はい。もう完全にね、すっかり様変わりしてしまったんですが、まあ、あくまでもね、マルチクリエイターを受賞しておりますんで、まあそこはね、競馬予想チャンネルと、に変えるわけにはいきませんのでえ、まあ名前はこのままでいこうと思います。はい。でですね、えっ、ー、と、まあちょっと視聴者も見ていきましょうか。はい。 ま、一応ですね、ええー、まあ、とりあえず、アナリティック、データを見ていきますかね。はい。えー、年齢、あ、まあ、性別で言うとですね、ええー、男性8割、女性2割、まあ、圧倒的に、ええ、男系のチャンネルです。はい。で、年齢別もね、YouTube 出してくれるんですね。はい。ええー、年齢層で言うと、 まあ35歳から54歳までが一番見てますね。はい。えー、まあ、年齢別に言うとですね、まあ、一応幅広く見ていただいてるのは見ていただい,い,ただいてるんですが、えー、まあ一番多いのが35歳から44歳と45歳から54歳。これが共に28.6%。まあこの2つ合わせると半分以上、過半数を占めるんですね。はい。まあ、ということで、まあ、競馬用を主に取り扱ってることもあってですね、えー、まあ <laughs>、中年の 男性が一番ね、えー、見ているチャンネルと、えー、見ているのがこのチャンネルという結果になってますね。はい。まあそうですね。まあ確かにまあそう、そうなり、そうならざるを得ないっていうかね。まああと、まあ競馬予想もそうですし、何個かあのタバコの動画も出しましたよね。まあやっぱり喫煙者い、あんまいませんからね、今の時代ね。それもありますし、あと、 サイコロの旅もね、水曜どうでしょうリスペクトなんですけど、水曜どうでしょう知ってる層がね、え、まあ、要はこの層ですよね。今で言ったね。なので、まあ、この層が一番見てるというのは、まあ、正直、えー、まあ、頷けるところですね。はい。で、その、その次に見てるのが25歳から34歳。なので、まあ、荒沢が見てるって感じですね。はい。で、まあ、それと並んで18から24歳。まあ、同世代ぐらいが見てて、で、13から17歳。 あんま高齢者の方はそもそも YouTube を見てない感があるんでね。はい。まあ、なのでまあ若者受けはあんまりしてないチャンネルですね。はい。まあ、それはもうずっとわかっ、見てて分かってるんでえ、まあこれからもあんまり若者受けに振るような企画はせんとこかなとは思うんですけどね。はい。もうだから大学生の日常とか全然出してないですよ、最近。ね入学当初はちょこちょこやってたんですけど、もう最近やってませんね、完全にね。うん。で、 ま、国別で言うと日本が97.3%なんですけど、この残りの2.7%は何なんでしょうね。えー、ということで、まあ、この1年の振り返りはそんなところでございました。えー、ま、そうですね。これからのプランなんですが、まあ、もう僕もね、大学、この春で3回生になります。はい。もう大学生活も折り返しで、そろそろね、えー、将来のことも考えていかなあか感じ、えー、行動していかなあかん感じではあるんですが、まあ、そうですね、就活等もね、まあ、インターンとかも始まりますしね。 で、まあ、どうしようかなと。もう、進路に関しても、非常にね、何も決まってない。うん。やりたいことは特にね、ないですね。YouTube 以外。はい。えー、なので、あくまでもメインは、こっち。にしたいですね。できればね。まあ、就活も当然大事ですけど、やっぱメインはこっち。メインは YouTube でやっていきたいなと、えー、正直思ってます。まあ、YouTube で食えるようになったら最高なんですけど、まあ、それはちょっとね、なかなか厳しいんですね。えー、YouTube の将来性に対しても結構ね、疑問が囁かれてますし、 ま、今後ね、YouTuber を淘汰されていくということはもう確実なんで、まあ、それ考えると、まあ、やっぱりね、えー、新規で、え、伸びるってことはなかなか難しいと。ね、それなりの影響力がない限りは、なかなか難しいんちゃうかなと、えー、思ってるんで、ま、あ就活もね、しっかりやっていきたいなと思いつつ、やっぱ YouTube もね、やめたくないんでね、えー、それはもうね、えー、しっかり YouTube の方も、えー、やっていきたいなというふうには思ってます。まあ、今年がね、ま、あ僕にとっては勝負の年かなと思います。進路確定していく上でもね。 なので今年中に収益化できんかった場合はもう無理ですね。えー、YouTuber になるんは。はい。まあ、ただ YouTube はやめませんけどね。やっぱ見てくれてる人がいますから。はい。ただね、えー、まあ、収益、YouTube だけで食っていくとなればやっぱ今年中に収益化は必須ですもんね。はい。えー、なのでまあ今年中に収益化を目指して、今年っていうかこの4月からの今年度中にね、えー、収益化を目指してこのチャンネル頑張っていきたいと思います。はい。えー、まぁ、あ、 投稿頻度に関しては今より増えるってことはないと思います。はい。僕も別にそんな暇じゃないんでね <laughs>。暇じゃないし、あの、編集だるいんですよね、やっぱりね。ただ編集せずに動画出すと、え何本もわからんくなる、えー、何本もわからん動画が完成したりするんで、やっぱそこは編集しっかりね、競馬以外はやっぱちゃんと編集した方がいいかなと思ってますし、まあそうですね、はい。で、まあこの一年、うん、頑張っていきたいと思います。 ええー、まあまた4月から、まあ来週ぐらいから、えー、大学始まりますんで、またね、投稿のパターンとかも変わってくると思うんですが、ええー、まあ多分ね、週末の、ね、ええー、重症予想のショーツ、あれは多分、ちゃんと、ええー、更新されると思います。ただ、平場予想に関してとか、平場予想、あと競馬論まあ重賞振り返りとか、重症展望、それと、平場予想と、あと最近やってる G1 予想大会ね、あれは、 もしかしたら学校始まりだすと出せなくなるかもしれないんでね。えー、その辺はご了承ください。えー、ということで、えー、改めまして、えー、皆さんいつもありがとうございます。今年も頑張っていきます。今年度もね、えー、YouTube 頑張っていきますんで、えー、これからもこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。はい、ということで以上3周年の動画でございました。別に特別ね、えー、3周年やからって何か特別企画をやるっていうのは考えてないんですが、まあちょっとね、えー、これからのちょ,ちょっとやろうと思ってる企画ですね。まず、 あの、僕、車が欲しいんですね。え、もう免許取って、去年の11月に取りましたから、うーんーと、まあ、半年ぐらい経つわけですね。はい、免許取って。ただ、あんまり、あんまりというか、ほぼ乗ってないですね。このままではペーパードライバーまっしぐらいなんで、で、親にね、え乗してくれって言うと、ん、ダメなんですね。はい。信用がないんですね。え、傷つけられたくないんでしょうけど、まあ、保険、 僕も嫌ですね。うん、親の車、人の車運転するのはね。だからね、自分の車どうしても欲しいんですね。うん。まあ、動きはいいっていのはあるんですけど、やっぱりね、勝ったからにはね、1年ぐらいは乗りたいんでね。1年、まあ、大学卒業するまで、働き出すまで1年、2年ですね。それぐらいは乗り続けたいんで、やっぱそうなると、まあ、十数万のね、ボロボロの軽買うよりはね、まあ、それなりの状態の、ね、中古車を買わないと、えー、まあ、2年も落ちませんので、えーね、えー、まあ、たいね、え、まあ、 状態は問わないんで、とりあえず2年走れりゃいいんですよ。なので、ま、50万ぐらいで探してます。はい、予算は。50万ってなると結構ね、えー、まあ、安い方なんですが、玉はあるんですよ、割と。玉はあるんで、えー、ま、50万ぐらいで検討してます。で、えー、維持費ね、えー、自動車税やとか車検、それからま、あ中古車やから多分どうせどっかぶっ壊れるんで <laughs>、それの部品代とか修理代も含めて、まあ、プラス50万。最低でもプラス30万はいると思ってるんで、 まぁ、あ、きりいい感じで、100万ですね。用意したいだと。いうことで、えー、馬券チャレンジです。はい。えー、普通に働普通にバイトしても無理なんで100万貯めるのは。今の、僕のバイト状況で言うとね。はい。なので、えー、この1年、この1年っていうか、えー、まあ、馬券チャレンジですね。え100万を獲得するための、え馬券チャレンジ。まあちょこちょこ、ね、ショーツの最後の方にね、ちょろっとね、乗せるぐらいで、 いや勝負レースはもう週1レースです。はい。えー、それを勝負レース設定して、そこで後輩とも狙う解目をね、パッと出すんですね。で、その収支をまあずっと、えー、記載していって、で、それがまあ80万とか100万に到達すれば、えー、車買いたいと思います。まあ、ただね、まあなんか、なんか一発でボガーンと、でかく3レーター40万とか当てた場合は、その勢いで車買うかもしれません。はい。まあ、ただ、 ま、それはね、ええー、またその先の話ですんで、とりあえず、明確な目標として100万円、それを設定してね、えー、馬券チャレンジしていきたいな、という風には考えてます。いつからやるかは未定ですけどね。まあ、とりあえず春の G1 シーズン中には始めたいな、と思ってますし、なんならね、今週末の大歌賞から始めてもいいかなと思ってるんで、うん。ええー、ま、そんな感じで、えー、楽しみにしていただければと思います。ええー、ということで、ええー、長くなってしまいましたが、これにて3周年の、 ま、報告動画ですね。えー、それは終了とさせていただきます。ということで、えー、動画は以上になります。よければ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、今年中にね、チャンネル登録者数1000人、まあ、要は収益化をね、えー、目指しておりますんで、えー、まあ、よければね、えー、と、元々視聴いただいている皆様はこのチャンネルのシェア等もね、えー、行っていただければ非常にありがたいですし、えー、この、この動画でね、初めて僕を知ったという方は、えー、またこの、今後の、 まあ今までの動画見返してもらったりして、えー、興味持っていただければ、えー、チャンネル登録とか、えー、今後の動画にも、えー、注目していただければと思います。ということで、えー、今年度もこのチャンネルどうぞよろしくお願いします。えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。